こんばんは、長岡 HR420 ももすけです。なんかここ1週間ぐらい話が出回ってるんだけど、 iPhone 6S の A9 チップなんか2種類あるらしい。これはランダムで入ってるのかな？1つはサムスン製で、1つは TSMC、 台湾のメーカーらしいんだけども、なんかね、この台湾のメーカーのやつの方がいいらしい。で、サムスン製の A9 チップが入ってると、バッテリー駆動時間が2時間も短い。それ、でかいよね、2時間って。すげえでかいよね。ということで、まあ、俺のはね、多分いい方だと思うんで、今ね、チップを見るためのアプリをインストールしたんで、早速、チェックしてみたいと思います。はい。なんかね、モデルのとこに N71MAP って書いてあると、TSMC 製。で、N71AP、M がないとサムスン製らしい。まあ、大丈夫でしょう。日頃の行いがいいからな。じゃあ今ね、アプリを立ち上げて。おいー！以上、長岡 HR420 桃助でした。良い週末を。登録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